なんていうのは、もののなんていうのは常にこう概念っていうものを間に挟み込みます。概念っていうのはつまりどういうことかというとですね、その犬っていうものの言葉があったら、その犬の概念っていうのがあって、その犬の概念っていうものが犬という実体に抽象化したものみたいな考え、そこからですね、いわゆる存在論というのが始まる、議論が始まるんですけども、いわゆるですね、いわゆる私たちが普通に感じている現代的な言葉の使い方とか考え方っていうのは、基本的にその概念を実体化するっていう方向で考えがちだ。つまり、例えば犬っていうものがいるわけです。でも実際に犬っていうやつを見たことはないですね。私たちが見たことがあるのはポチだったり、タロだったり、クロだったりするんですけど、犬っていうものは見たことはないですね。でたまに犬っていう名前の犬もいるかもしれませんが、それはその犬は犬そのものではなく、タロとか固有名詞と一緒にする犬に過ぎないわけがあって、例えばだからですね、私たちは日本人とか見たことないわけですね。私たちの具体的に見ることができるのは一人一人の具体的な私たちの知り合い、友達、嫌な質問でもいいですけど、そのテレビ見てる人のですから、今は見たことあるんですけど、抽象的な日本人とかは見たことないですね。そうするとですね、その、だからまあ人間も、人間とかですね、見たことない。だから、一人一人の人間がいるのは間違いないんですけど、果たしてその抽象的な人間っていうのはあるのかないのかっていうのは問題になるわけです。で、あるって考えるのが、この概念主義者、概念、実体主義者ですね。だから、一人一人の人間を超えた人間っていうのがあって、その抽象的な人間が具体化したのが一人一人の人間だと、まあ、こんなふうにタイプで考えると、その人間という言葉は安定するんですね。人間という言葉、つまりさっきのようなその抽象的な人間というものを実在すると認めないか、人間というのは一人一人しかいないんだよというふうに思った場合、じゃあちょっと待ってよ、その場合私たちの言ってる人間って何なのって言われると、いやまあそれは適当に人間って呼んでるみたいなことになっちゃうわけですね。そうすると厳密な議論とかはですね、できなくなるので、やりにくくなるので、まず抽象的に人間っていると想定し、そいつに人間という名前が与えられていると考えると、なんと概念の関係は非常に安定しています。つまり何かをですね、切り分けようとする考え方そのものっていうのが非常に危険をはらんでいる。でだから、でもそれはさっき言ったみたいに、言葉によって世界を捉える以上はですね、その実体化の言葉の背後にある概念を実体化したいという非常に強い欲望を私たちの中で引き起こしてしまう。それは二千数百年前からそういう欲望があって、そういう欲望が二千数百年前から人間を不幸にしているので、こういう本が書かれたのだとするとですね、これは人類の文明そのものと密接に結びつくような非常に強い考え方なんだと思うんですね。で、でそれがですね、まあ、それが同じ日本以外で、中国以外でもですね、インドでですね、ブッダが現れて、それが龍樹という大哲学者によってですね、まとめられて、その空の思想として成立して、その時にはすでにですね、このような考え方をする人が批判されていたわけなので、まあ、つまりその人生の苦しみとかの根幹は何なのかっていうと、それはその幸福とかですね、健康とかものを考えて、それを求めようと思うと不幸になって不健康になる。ただ生まれて死んでいくだけでしょどうしたのそれでっていうのが、まあおそらくこう仏教のですね、根底にあるわけですね。でじゃあどうしてですね、生まれて死んでいくだけじゃんって思えないかっていうと、それはやっぱり言葉というものがあって、言葉の範囲が概念というものがあって、家とかですね、名誉とか、なんかその達成とか業績とかいう概念があってですね、そしてその業績を上げねばならないとか、幸福にならねばならないとか、まあそういうふうになるとですね、その時に素晴らしいっていうものを思った瞬間に素晴らしくないものが生まれてきてしまう、高いものがあると思ったから低いものができてしまうっていう、そのまさにこの老子の言ったですね、現象が発生する。だからその世界は実はですね、その言葉による切り分けによって、そしてこれを組み替えて
今ないものを想像するっていうのは人間のものすごく素晴らしい能力なんだけど、同時にですね、そうやって生み出した言葉によって自分自身を縛り付けてしまうっていう非常に危険なものでもあるんだと。